こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、光陰盛衰に似たりです。月日が過ぎ去っていくのは、川の水が絶えず流れていくのと同じように、止まることがない。光陰の光は日または昼、陰は月または夜のこと。同種子の表現に光陰矢のごとし、光陰流水のごとしなどがあります。テーマから光陰盛衰に似たりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。